1938年のヨーロッパ水泳選手権でのビョルンボルグビョルンボルグ、またはビヨン、ボルグ、スウェーデン語読みでビヨンボーリは、スウェーデンのウプサラ県出身の競泳選手、自由型や背泳ぎを専門としていた。1936年のベルリンオリンピックには、スウェーデンの競泳選手の代表の一人として出場、ステンウォロフ・ボルデン、スベンペレペテルソン、 グンナル・ベルナーと共に 4X200 メートル自由型リレーにて決勝で8位となった。彼は100メートル背泳ぎにも出場したが、準決勝で敗退している。1938年には、ロンドンにて開催されたヨーロッパ水泳選手権で400メートルと1500メートルの自由型で優勝し、同年のスベンスカ・カダーグ・ブラーレットゴールドメダルを授与されている。 2009年4月13日、スイスのチューリッヒにて死去。89歳だった。シンマレン・ビヨンボーグ DD。D svd, se,http, コロンスラッシュスラッシュ www.svd.se, slash, sp, o, r, t, s, p, e, l, スラッシュ n, y, h, t, e, r, スラッシュ a, r, t, i, k, e, l, 2 174万5千79 svd 2009年10月18日閲覧ありがとうございます